ただいまよりセレモニアルピッチを行います。本日セレモニアルピッチに登板いただきますのはプロバスケットボールチーム千葉ジェッツより B リーグの応援して番長こと荒尾岳選手です。それではいきますよ、レッツプレイボール。いやとりあえず晴れてよかったなっ雨で中止になったらどうしようと思ってちょっと緊張しつつ頑張ります。ちょっと緊張します。今週何回か練習したんでキャッチボールですけど、実際こうやってマウンド立って投げるの初めてなんで不安はあります。でも楽しんで思いっきりやろうかなって思います。小さい頃の夢はプロ野球選手だったんで、試合は中継で見てました。2万人ぐらいもっといるんですけど、3万。うわ、聞かなきゃよかったっす。広く。おぉ。ちゃんと自分の名前のやつなんですか。はい。うわ、嬉しい。嬉しいっすね。25番で。これすごいっすね。刺繍してたんですよ、それ。うわぁ、嬉しいな、これは。あ、そうです。今日、あ、下げて。返してくださいって言われて。それは、いや。うん、嬉しいっしょ、お願いします。え、先に言ってくださいよ。あ、そのロゴの前いいっすね。あ、じゃあちょっとガッツポーズください。契約勝ち取りましたみたいな。さっきの曲なんで、はい、目標を決めたいって言っていただけたら嬉しい。一応、はい、ツイッターで100キロを目指すっていうふうに言ったんですけど、まあ、自分のスピードが今どれぐらいなのか全く分かんないんで、そこを目指しつつノーバンドで、かつ冒頭はなしでキャッチできる範囲で投げたいなと思います。楽しんで投げ終わった後にそのファンタジーだったら分かる何かやっていただけたりすると、なんかありますかね。これぐらいになるかもしれないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。調子いいっすね、肩。肩調子いいっす。気持ちいいっすね、やっぱこうグラウンドで投げると。絶好調っす。絶好調っす。もう楽しむだけっすね。緊張すんな。緊張しました。もうすぐっすよ。まもなく、まもなく。いや、もう楽しんでください。よろしく。マリンちゃん、リン、リンちゃん、リンちゃんよろしく。ありがとう。違う違う、今日、今日、今日こっち。ズーちゃんよろしくお願いします。お願いします。マー君、マー君よろしく。さあ続いては本日の大井フォーチマフェススペシャルゲストによるセレモニアルピッチを行
ただいまよりセレモニアルピッチを行います。本日セレモニアルピッチに登板いただきますのはプロバスケットボールチーム千葉ジェッツより B リーグのゴール下番長こと荒尾岳選手です。それではバッターに角中克也選手、キャッチャーに池田ライト選手お願いいたします。それでは荒尾選手張り切ってお願いいたします。それではいきますよ、レッツプレーボール。ウストライク、ナイスピッチング、剛速球でした。さあ、それではここから記念撮影に移ります。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、千葉ジェッツ荒尾岳選手によるセレモニアルピッチでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありました。緊張しましたね。緊張しました。緊張しました。めちゃくちゃ緊張したっす。全然見えなかったっすけどね。本当っすか。めっちゃ震えたっす、ちょっと。あと立ってみたらめっちゃ遠いっすね。遠いつつめちゃくちゃワンマンやったんですけど。いやでも緊張した。でもこんな3万人っすか中で投げれるなんて一緒に1回なんてよかったっす。ゴーデッツやりました。あ、やべ、そんな余裕ないっすよ。そんな余裕ないですよ。え、完全忘れてました。やってなかったっす。ちっちゃくもやってなかった。やってないっす。リベンジしたいっす。まあリベンジ、ちょっと練習します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。いいなと思って思わなくてもチャンネル登録お願いします。